幕末の公家、明治期の官僚、政治家、貴族院伯爵議員、山城国京都で、までの工事広志望の息子として生まれる。母は、森長吉の十一女、貞子。家営3年2月に助爵し、慶応元年10月右小弁に就任。慶応3年12月9日、王政復興向会初期御用係となる。慶応4年2月20日産与。 軍防事務局新兵係に就任。同年うる4月、投下する三条耳に随行し、同月兼宇宙弁となる。母親戦争に再資金器部業を加成、鎮賞不便寺、おはた館、参謀助金、県大総督府参謀などを務め、東北に出征した。その後、軍務官副知事助金を務め、明治2年2月直使として、山口の毛利高地下に、 証明の新刊を伝達した。明治2年6月2日母親の先考により、焦点6百国を衛生化しされた。明治3年11月イギリスへ留学し、1874年7月に帰国。その後、公部省御用係、区内省御用係、自重を歴任。父、広志望の死去により、1884年4月14日、家督を相続。 同年7月7日、白爵を除釈。1891年2月5月、補欠選挙で、貴族院白爵議員に選出され、研究会に属し1924年9月まで在任した。長く滞在していた千葉県安房郡北条町で、農業指導も行った。ありがとうございます。